全集という言葉は、主に特定の人物の全著作、全文章を収録したもの、または、主な著作等を選び編集したもの、また特定の時代、国や地域の主要な文学的著作を編纂したもの、和洋の美術、歴史的文化財を撮影した写真をまとめたものなどに使われる。全集という言葉を時義通りに解釈すれば、例えば特定の作家の全集の場合、作品だけでなく、日記、書簡、雑記やメモその他、著者の手になる文章すべてを収録する完全全集と取れるが、実際には一般の読者にとって一定程度以上の意味のあるものだけを選んで編集したものを全集と名付ける場合が多い。ところで、有限な全集に誰の何を入れ、いく巻を割くか、誰、何を入れないかという選択は、優れて編集的行為であり、この上なく、具体的な批評でもあり得るがあり、実際に、池澤夏樹は、個人編集という形で、池澤夏樹=個人編集世界文学全集、池澤夏樹=個人編集日本文学全集を、河出書房新社より刊行した。また、坪内雄三は、自らが編集した千曲書房の明治の文学のシリーズで、アエワ公村に一巻を割いたことを特徴として自負していた。中国文学者の高島敏夫は大学で講義した際に、明治文学全集には高島先生の言った作野という作品は入っていない。故に、そんな作品は存在しない。嘘を言わないでくださいと大学生に詰め寄られたという体験を書き残している。ただし、中国古典においては、全唐詩、全宋詩などに、その時代の依存する全作品が収録されているので、それを日本に付縁して解釈した可能性もある。古くは、漢石の石雲山人詩文全集などの例がある。近代以降の文学全集では、没後間もなく、編まれた一葉全集、紅葉全集などが先駆的である。本格的な全集としては、岩波書店の漱石全集のように、小説、評論から日記、書簡、断簡霊木までを集めたものがある。これはその人物の業績や思想をすべて網羅しようとするもので、一つの理想的な形態ではあろう。漱石全集は、たびたび新たな編集が行われており、改訂のたびに新発見資料の収録や本文校訂が行われている。また、1970年代には、千曲書房が校本、宮沢賢治全集で、推敲の過程の作者によって消された部分まで復元したことによって、銀河鉄道の夜の成立史など、研究を深める材料を提供したこともある。まだ生存している作家が、これまでの作品をまとめた全集を編むこともある。この場合、全集刊行後に発表された作品は当然、全集から漏れることになるので、不完全な全集とならざるを得ない。中国では、存命中に出るものは文集であり、存命中に全集が出ることはあり得ない。世界文学全集の類と並び、日本で大々的に営業上の理由から誤用されている語である。古くは陸軍法令全集などの用例がある。クラシック音楽でベートーベン交響曲全集のように用いる例もある。この種の全集は主要作品のみというパターンはあまりなく一応全作品を収めるが断簡霊木に類するような集作や断片を収めるかどうかは編集方針次第である。全集には販促物品として内容見本と呼ばれるパンフレットが事前に作成されることが多い。そこには関係者のエッセイなどが書き下ろされ、その対象への証言や研究に資するものもある。石川敦がいろいろな全集類に寄せた文章が有名である。また、刊行時の付録として、月報と呼ばれる、挟み込みが付されることも多い。これも、対象作家の研究に資するエッセイや、同時代批評などが収録されるため、古書店などで取引される際には、月報の有無が価格を左右することもある。ありがとうございます。